ついに勝ちましたね。そうですね、いや長かったですけど、なんとか優勝できてよかったです。まあ、去年もね、勝てるチャンスが何度かあったんですけど、それを、まあ、今年勝てなく、まあ、最初から勝てる、はい、勝って最速良いスタートですね。そうですね、去年優勝するチャンスは何回かあったんですけど、優勝できずに、まあ、今年、まあ武蔵さんだったりとか、チーム関係者の皆さんとかがバックアップしてもらって、いいスタートを事前テストの時に切れたんで、その勢いで、レースウィークも突っ走ることができたんで、本当に、まあ、優勝できて嬉しいです。昔から串谷に自分は憧れてたんで、まあ、それを規定レースするっていうことはものすごく、まあ、感謝してますし、で、まあ、ライディングスーツにしてもそうですけど、まあ、グローブにしてもそうですけど、なんて言っても動きやすさが抜群に良くて、まあ、そういった面でも、まあ、ライディングにつながってくるので、本当に、そういう部分では助かってますね。ぜひ串谷に一回来てもらって、まあ、体感してもらえるのが一番いいかと思うんですけど、はい、分かりました。いや、この勢いで、チャンピオンを目指していきたいですね。そうですね、まあ、チャンピオンはもちろんなんですけど、内容にもこだわって、レースしていきたいと思います。